とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今シーズン、長いです。まあ、それをちょっと覚悟してやっていきましょう。やっぱりね、30分以上かかります。どうしてもかかる。で、1回ですけども、ここら辺で戦うのがベストですね。上で戦っちゃうと、どうしても囲まれてしまう。なので、この下で、弓が当たらない場所で戦いましょう。これはもう間違いないね。で、まだまだ出ます。出たらこっちに引きつけて、倒していく。そんな感じですね。ドン!よし!やべ。こいつも分断して戦った方がいいです。こいつとにかく攻撃力が高いからね。OK。で、最後、アーチャーだけになったらば、もう、真ん中に出ていって大丈夫です。はい。ということで、1回は、こんな感じでおしまい。報酬で、ブラストだけ取っていってください。最初のボスが、ちょっと楽になりますので、ブラストだけは必要ですね。で、2回、俺は、向こうを、開ける前に、まずこっち側を倒すようにしてます。まあ、それぞれ、倒す方はあると思うんですけども、俺は分断して戦っていく感じですね。で、トライデントが出たら、壁に当てて、爆発で向こうの雑魚を倒す、そんな感じですね。まあ、トライデント出た場合ですね。OK。で、あとは、数体いるだけなので、楽勝ですね。おー、やった!クリアが出たー。2回クリア、次で2回報酬は何もいりません。いきましょう。で、さっきブラストだけ使ってなかったんですけど、どんどんブラストだけ使っていって大丈夫です。ブラストは、クールダウン短めなので、どんどん使うことができます。しゃあ、 OK。ブラストはね、結構ノックバックとかもついてるので、強いよね。よっしゃ。OK。で、ここ別に強いやつは、そんなにいないので、まあまあ、気軽に行きましょうね。よし。で、矢があれば、矢を使っていくのも、早いよね。はい、終わり。回終了。次、ここで種を取っていきましょう。種が4回5回あたりで結構、使えます。まあ、その後でも使えるんだけどね。まあ、敵をワンパンで倒していけるっていうところがいい感じでしょう。よし、 OK。ここもそんなに敵は多くありません。しゃっ、あ、ミスった。種使ったはずだったんだけど。はい、4回クリア。次行きまーす。で、4回報酬で影の断片ですね、取っていきましょう。影の断片があると、道中危ない時でも緊急回避ができることがあります。まあ、つけた方がいいですね。はい。お、ナイス !OK。ちょっと待って。変な戦い方になっちゃったな。よし。で、周りをある程度倒してから、中央に進むようにした方がいいと思います。周りがね、まだまだ出だしてる頃だったらば、ちょっとね、囲まれすぎるのよ。OK。よっしゃ、あー。倒しきれなかったか。まあ、とりあえず、倒しましたね。で、上に行って、数体倒しておしまいです。5回クリアです。ここでグレイブを取っていきます。
攻撃力がね、もう全然ないので、グレイブを取るとかなりいい感じです。で、エンチャントで、吸血がおすすめです。1でいいです。1で十分。まあ、2入れてもいいんですけども、まあ、俺は1ぐらいでいいかなと思います。まあ、5% でもね、HP 回復すると全然違いますもんね。で、この敵結構強いので、グレイブ装備しとくと、結構うまいこといくと思いますよ。この途中で出てくる、急なクリーパーね。特にクリーパー。あいつが本当に鬱陶しいので。よっしゃ、危ねえ、あー、よし、終わり。はい、6回クリアで次に行きまーす。で、6回の報酬は何もいりません。もうこの辺になると耐久力がね全然ないんですよ。ああ、ああ、そうかそうかそうか、ポーションが切れてたんだ。そう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 、前のステージでポーション使ったりすると、なくなることがあるので、まあ、そこは注意してください。ポーション注意ね。結構それでやられる人も多いかと思うんですけど、ポーションの再使用時間は注意してください。俺もよくやられる。よし、であとは雑魚を少し倒しておしまいです。オッケー。で、あと2体ですね。あ、まだいた、いたんかい。終わり。7回終了。次、報酬で愛のメダル、あ、で、ミステリーを見てなんかいいスキルがついてたらミステリーに変えてもまあ、OK だとは思いますけど、まあ、愛のメダルの方が、俺は無難かなと思います。変えるのは、種ですね。種と愛のメダルを変えます。ブラストだけは、攻撃力はないんだけども、ノックバックさせるので、ボス戦でちょっと使えます。俺は、そっちの方を、取っとくようにしてますね。いけ！愛のメダルはどうしてもね、強いのよね。うん、パワーではむちゃくちゃ使えるわ。しゃ、いいね。愛のメダルは本当にタワーでのおすすめ。まあまあ他でもねおすすめなんですけどね。よいしょ、終わり。いや、まだか、どこ。あ、あんなところにいた。変なところにいたね。8回クリア。次いきます。報酬いりません。で、ここ、まあ後々別に使わなくなるんだけど、防具を上げてください。じゃないと、ボスの攻撃に耐えれません。うん、なんで、まあ後々変えますけども、防具を上げていってください。で、ここ伸びが出てきます。伸びを、ブラストだけを使って、よいしょ。ノックバックしてあげると、いい感じです。OK。ほら！ OK。ということで、おしまいですね。防具を上げてないと、こいつの攻撃には耐えれない。注意してください。で、ここ、スペルバウンドクロスボウでーす。もう弓でね、ある程度戦っていった方が、14回とか、13回か、うん。13回がちょっと難しいので、そこら辺をね、ちょっと弓で戦いたい。なので、スペルバウンドで火力を持っていきます。あ、危ない。エンチャ入れましょう。スペルバウンドに、マルチショットですね。3入れちゃってください。 OK。 3入るとまあそこそこマルチショットが発動しやすくなるのでいいですね。
ケー。はい、次。今回あんまり矢が出てこないね。出るときはもっとバンバン出てくるんですけども、今回はあんまり出てこない。運が悪い。オッケー、ナイス。で、あと上を倒しておしまいです。はい、11回クリアです。ここでブラストだけをパワーアップさせていきましょう。そして12回、最初からね、鍵を取りに行ってもいいです。まあ落ちないようにしますよね。俺よく落ちるんで。 OK、 こっちの方が多分ね、あのタイムロスはね少ないんだよね、最初から取りに行った方が。よし、行きまーす。んで、あー、一応このガーディアンが超鬱陶しいので注意してください。よし、 OK、 OK、 いけ。息ができない、息ができない。よし、でここでコライデントが出てきてくれれば嬉しいんだけど、出ないよな、出ないな。まあまあ、ここである程度減らしてから中に入りましょう。敵が多い状態で中に入っちゃうと結構危険な状態になるんだよね。なので、よし、 OK。 こいつは海のやつらのね、攻撃力がほんと高いもん。なんだろうね、海のやつらは攻撃力が結構高く設定されております。で、ここ耐久力欲しい人は強化メールがいい。で、攻撃力が高い方がいいのは傭兵をしたらいいと思います。俺は傭兵の方が好きなので、傭兵をつけていってます。で、クールダウン3ですね。いきましょう。ここちょっと難しいです。あ、食らってる。なので基本的に弓で戦うようにすると、いいと思います。弓多めじゃないとちょっとね、きつい時があるんだよね。いけ。よし、基本的に弓で。ちょっと待って、ああなるほど、そういうことか。なぜ効かないと思ったら、愛のメダルにかかってんのね。そういうこと、それは知らんかった。よし、 OK、 いいんじゃないですか。いけー、ナイス。で、ここと、で、終わり。13回ちょっと難しいので注意してください。報酬で乱射のクロスボウを取っていきましょう。乱射が結構使えます。で、エンチャントでボーナスショット1つだけ、入れておいてください。で、火力欲しい人は加速も入れてもいいですけども、まあ矢の消費が結構激しくなるので、あの矢があんまり出てない時とかは入れない方がいいかもしれません。うん、加速でね、ちょっと発射速度が上がってくると結構使うのよね。よし、なので一応注意してくださいね。ナイス、いけ。でもね、クールダウンが入ってるとバシバシ使えていけるんでいいよね。うん、まあまあまあ好みだとは思うんですけど、これはすごく好き。どこだ、いた。はい、おー、ナイス。矢が出てきてくれた。矢が出てきてくれるとありがたい。よし、いけー。終わり。14回クリアでーす。愛のメダルは本当に使えます。報酬いりません。影の断片を、パワーアップしていくのもまあまあいいかもしれないですけど、そんなに変わりはしないからね。まあ数秒変わる、その数秒ぐらいなんで、それなら俺エンチャポイントを1つ多めにね入れておいた方がいいかなと思います。
ね。しゃ、うん、うまいこと当たんなかったな。いけ、ここ意外と多いんだけど、まあまあ全然余裕だとは思います。いや、勝て勝た、まあまあまあ、もう俺のね攻撃力がないんですけどね、まあただそれだけの話。はい、おしまい。15回クリアでーす。どんどん行きましょう。で、ここでね、愛のメダルを俺はね、もう一個取っていく。ダブル愛のメダルで、行ってます。うん、まあ2つあると、結構いいのよ。一気に6体、仲間になってくれるんで、すごくいいんだよね。でしかもこのクールダウンが効いてるので、そこそこ早く使えるのよ。よっしゃ、ナイス。なんでダブルアイのメダル俺結構おすすめします。いけ、ナイス、ナイス、素晴らしいね。あー、危ねえ、落ちそうだった。間違えて俺影の断片使ったな。まあ仕方ない、ソウルはいっぱいあるんで大丈夫でしょう。でここ、箱ありますので忘れず取っていってください。で16回がおしまいです。はい、で武器をようやく変えます。槍ですね。まあ槍好きな人嫌いな人いると思うんですけど、俺は好きです。でエンチャントでクリティカルと追い打ち入れちゃってください。いやー、これ無理だ。一発でね当てたいんだけど、なんか当たらんよね絶対。俺一回も当てたことないんですけど、一発で。多分なんかそういう仕様とかがあるんじゃないかな。まず敵をある程度減らさないと正解が出ないとか、なんかそういうのがあるような気するんだよね。しゃあ、今回ちょっと分かりづらかった。いきまーす。愛のメダル、愛のメダル、素晴らしい。まあまあその場でね、敵がドロップするアイテムが分からないっていうのはあるんだけども、まあいいでしょう。次いきまーす。でここもね結構めんどくさいよね。でも愛のメダルが役に立つ。マグマキューブがとにかくここね鬱陶しいのよ。なんでそいつを止めれるっていうのはすごく俺はいいことだと思います。いいね、まあ、槍があれば結構倒しやすいんですよね、マグマキューブ。よし、あるさすがに当たらんか。で当たった。ああ矢がもったいない。あ、ミスった、ミスった。愛のメダル使ったつもりだったんだけど完全にミスりましたね。よし、倒した倒したね。 OK、 バカちゃんと当てて。あそこにいるな。よし、でここでおしまいですね。終わりー。18回クリアです。で18回で両刃斧の取っていきましょう。さっき槍を取ったばかりじゃないかと思うかもしれないですけども、やっぱり両刃斧の強い。うん、取りましょう。でここ防具でーす。傭兵を反逆者火力がさらに上がります。いきましょう。はい、でボスですね、2体出てきます。エンチャントでキョムでクリティカルです。入れてください。でどっちからでもいいです。倒しましょう。近接メインですね。よし、危ねえ。
ぞ。オッケー、ナイス。ちょっと待って、愛のメダルでいきます。よし、ちょっと待って、次で仕留める。終わり、ナイス。やありがたいね。はい、で20回報酬は何もいりません。でここ、まず向こうに行きましょう。で、まあ、安全に行きたい人は敵ができるまで待って、で愛のメダルを使ってあげてください。そうすると OK です。ある程度減ったなーっていうタイミングで、向こうに行ってあげると楽勝ですね。ここにまだ1体いる。あー、下に行ってる、下に行っちゃってるよ。でダブルアイのメダル、はい、21回おしまいです。でここで雷の杖、これを取っていきます。愛のメダルの弱い方と交換してあげましょう。ダブル愛のメダルはね、道中役に立つんだけども、ボス戦ではそんなに役に立たないので、変えていって OK です。はいはいはい。クールダウンついてるので、どんどん行きましょう。よし。いいね。いい火力だ。ヒカルがやっぱ出るときはね、全然違うわ。いけ。よし、これが最後かな。よし、あ、違った仲間がやられただけだった。22回クリアです。行きましょう。でパワーシェイカー取ります。もう愛のメダルは必要ありません。パワーシェイカーでいきます。ここら辺からボス戦をね、意識して取っていきます。うん、まあまあまだ大丈夫なんですけどね。まだ愛のメダルでもいいんですけど。ああ、思いっきり食らってる思いっきり食らった。よし、 OK。 ああ、もうマジかよ、めんどくせえな。ちょっと待って、これでいこう。ああ、やべえ、おっぶね、危な罠にはまっちゃった。ちょっと矢で倒しますね。よしよしよし。影の断片で突っ込んでもいいんですけども、まあ一応ちょっともったいないので節約してます。はい、23回クリア。危なかった危なかった。報酬いりません、何もなしでーす。あ、でエンチャントですね、入れていきましょう。ガードストライク入れてください。さっきのもガードストライクがあればもうちょっとマシでしたね。忘れてた。でここもクリーパー出るので、注意していきましょう。オッケー、ナイス。お前まで倒したい。いいね。よし。でこっちも行きたい。やばい、固まった。よし。やばいやばいやばい。よし。めんどくせえなこいつ。はい。である程度はこれでおしまいですね。やばい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 ぞ。おっしゃー、危ねえ、自爆するとこやった。はい、ここも敵多いよね。敵が多い。まあ愛のメダルがあればすごく楽になるんだろうなーっては思うけども、まあまあまあこんな感じでいってます。よし、で下は
パワーシェイカー使って、怖いし終わりだ。多いよ敵が本当に。ここ何もいりません。そのまんま進んでください。でここもね敵がねめんどくさいっす。めんどくせえ。でもまあまあいけると思います。パワーシェイカーを使ってガシガシとね。でこれ登ってる間に影の断片使っちゃうと下に落ちちゃうのよ。なので、すぐ注意してくださいね。いけ。ああ、もうちょっと集団の中でバババッと当てたかった。よし OK。 めちゃくちゃいるじゃんめちゃくちゃいたじゃん。もういないね。大丈夫ね。残ってたらね下にまた戻ってこなきゃいけないのでめんどくさくなります。本当はここね影の断片使ってもう一気に集団のど真ん中でね戦いたいんだけど、それがちょっとできないっていうのが悲しいところで、魂のハンタークロスボウに変えてください。これで OK です。エンチャントとりあえずいりません。エンチャントはとりあえずなしで大丈夫です。もうすでに共鳴がついててクリティカル率が高いので大丈夫です。基本的にはよし、危ねえ。近接で戦っていって OK なんだけども、パワーシェイカー使ってね、まあ、矢がいっぱいあるときには突っ込んでいっても OK かな。あ、突っ込まずに戦っていくのもよし。ここなんとかしよう。まず OK。 あぶねえ、固まるなって。めちゃくちゃ固まった。あぶねえ。よし、あぶなー。いきまーす。でここで終わりかな。あ、あ近い。えらい変なとこに行ったな。26回クリア。んでここで魂のサイス取ってください。魂のサイスめちゃくちゃ重要です。んで旋風欲しいんだけども、ここを虚無です。虚無で、衝撃波、まあクリティカルでもいいと思います。とにかく虚無入れるようにしましょう。よし。でもあとは防具を取るだけなので弓にエンチャントを入れてもいいんだけども、まあ俺は入れてません。もうすでにこれで十分なぐらい強いので、ダブルクリティカルにしてもいいんだけどね。とりあえず入れてません。である程度ここ上で戦って、敵の数を減らしてください。あとはここに戻ってくるのがすごく面倒くさくなるので、まずはここに湧くやつを全部倒すようにしてください。今ので終わりかな。まだね、どれぐらいで湧き終わるのかっていうのが分かっちゃおりません。まだいたんかい。しゃあ、逃した。逃してる逃してる。よし、全部倒したっしょ、これで。よし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 。倒してなかったら反対側にね戻らなきゃいけないので面倒です。ここ何もいりません。進んでいきましょう。まあ、ここを終わりましたら、商人そしてラスボスでおしまいです。結構ね意外と敵が湧きますので、パワーシェイカーをしっかりと使っていきましょう。OK。でもしもね危ないよーってなったら
影化して、で雷を使っていけば OK ですね。オッケー。お、倒しきれてなかった。危なかった。危な、倒した手だったわ。で下を押しておしまい。28回終わりです。次に行きましょう。はい、でここ防具を取ります。強化メールですね。うん、クールダウンがなくなるのになぜと思われるかもしれないですけども、ボスは雷の杖で倒します。でここ雷の杖上げてください。127ですね。かなり上がります。で防具のエンチャントに、雷フォーカスがついてるんですよ。それでダメージを上げていっちゃいましょう。雷フォーカスですね。そしてポーションバリアです。で何度かやられてるなっていう人はライフブーストを入れていっても OK です。で残りはもう何でもいいです。俺はクリティカルに入れてます。いきましょう。この雷フォーカスと雷の杖っていうのがいいです。で武器に虚無が入ってるので、武器ね、武器虚無が入ってて、600% 上がりますので、2パンで倒すことができます。2パン、ワンパンでいければいいんだけどね。いや、いけるのか。もうちょっと粘ったらわからん。ちょっとギリギリまで粘ってみましょう。あー、もう食らってる。毒が効くんだこれ。よし、 OK。 ちょっと試してみますね。ああ思いっきりポーション使うの忘れてるじゃん。ちょっとワンパンでいけるか試します。でもね、影化してからの雷の杖なので2発撃てるんですよ。3発撃てるかな。なので確実に仕留めきれるとは思いますけどね。よし、いくぞ、いきます。え、なんで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 、あ、ミスったミスったミスった。こうしてこうして、あ、俺影の断片ミスってたわ。どうだ。あー、やっぱり2パンだ。あ、やっぱり2パンです。どうしても1パンではちょっといけないっすね。まだいるんかい。はい、うん、まあ虚無で、雷の杖強化して雷フォーカスで打つと、まあ7割8割ぐらいは持っていけるので、うん、2パンでいけそうですね。1パン無理だな。はい、まあ、とりあえず、最後に1回やられてしまいましたけども、完全攻略でした。30分以上かかります。周回は難しいです。ダメだねよくない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。